どうもこんにちは、ゆっくり霊夢です。今回は私が7年前に作った FF7 のミッドガル紹介動画をお見せします。ちなみにミッドガルとは FF7 でゲーム開始時にいる街の名前です。この動画は当時のネット上の限られた友人らに向けて作られたもので、ほとんどのキャラクターの名前が友人らのあだ名でした。なので名前をすべて上書き編集し、オリジナルキャラの名前に戻しておきました。後付けの編集なので多少違和感があると思いますが、まあ渡部が干された直後の行列相談事務所の感じだとか、戦後の黒塗り教科書みたいなもんだと思っていただければ幸いです。あと2014年当時の動画なので画質が 360p です。まあプレステ1の解像度自体が低いんで映像的に特に問題はありませんけどね。それと音量調整も多少がばっててゆっくりボイスが少し聞きづらいです。それでは本編、どうぞ。まずこの OP からだ、見ろ。そしてここで初めて仲間が出てくる。奥のダウェッジ。この女の子がジェシー。そしてデブのウェッジ。そしてこの滑走と登場したのがで、こいつら何をしてるかって、こいつらは神羅のマコーロっていう発電所みたいなとこに向かってるんだよ。めっちゃ環境にヤバい発電所って感じね。獲得会社が経営する。そのクソゴミマコーロを爆破しに行くってわけ。最高に活かすカットだぜ。そうして主人公たちはマコーロの中心部に到達し、爆弾を仕掛ける。は自転式、早く逃げないと。しかしギリギリで脱出、難なき終えた。その後、仲間はそれぞれ別行動に。最終的には列車に乗ることになるが、神羅兵にバレてしまう。そして追い込まれてしまう。たわごとじゃないぜ。そして全員無事に揃ったメンバー、アジトへと帰る。そして幼馴染のティファが待っててくれている。
実はこのテロ集団のボスは子持ちだったのだ。そして次の日。というわけで、武器屋行くことになるんだけど、ここが本当面白いんだよね。まず小引きのガキ。やるわけねえだろ。そして脅し不調の店員。2階が初心者の館になっててさ。教えるという名目でのチュートリアル。喋るセーブポイント。喋る宝箱。わかりやすすぎるリミット技の説明。進めていくと次の魔鋼炉を爆破しに行くんだけど、実はバレてた。そしてクトロボと戦う羽目になる。終了後に爆発、やばいことになる。そしてついに落ちてしまう。しかし強運でなんとか助かる。しかしエアリスが謎の組織に追われていることを知り、一緒に脱出する。絶体絶命の状況。しかし何とかして打開する。そして脱出。こうして無事脱出、家まで送っていく。その後はみんなのいる7番街に戻ろうとするんだけど、エアリスに勧められ一度家で休憩してから明日2人で向かうことになる。別に変な意味はないぜ。別々の部屋だし。そして夜中、は先に1人で7番街へと向かう。しかしなぜか先回りされていた。勘のいい女だぜ。結局二人で行くことになるんだけど、道中ティファが謎の乗り物に乗って6番街へ行くのを目撃する。こうして二人でティファを追いかけて6番街へ。この6番街が面白いんだよ。なんというか、ここが一番個性的で楽しい街だと思う。それじゃまずティファを追って奥の建物へ。女装する羽目になる。てか、こんな大きな剣振り回す男が女装なんてできるのか。でも試してみないとわからないな。そうして女装道具を集めるためにまず風俗店へ。何言ってんだバカ野郎。自分に素直になれよ。
なりテンション高めだな。おい、まず中にいっぱい部屋があるから空いてる部屋を選ぶ。使用中の部屋もあるんだが、なんと中を覗くことができる。あとはもうわかるな。何も言わねえから見てみろ。隣の部屋も覗いてみよう。それじゃそろそろ部屋に入るか。エッチな妄想を膨らませてた人には悪いけど正反対だよ。一体何が起きてんだ。こうして気絶してしまう。なんじゃこらー、考えてたのとだいぶ違ったぞい。マジかよ。こうして最初の女装道具ゲット。あとは骨董品店の店員、レストランのトイレにいる下痢弁男、服屋のおっちゃん、最後にスクワット対決でオカマの兄ちゃんから。早速お着替え。果たしてバレずにいけるか。全然大丈夫みたいです。そして中に入る。いたようだが、待て、なんだこの拷問台は。どんだけヤバい場所なんだ。というわけで3人でドンコルネオの元へ。果たして誰が選ばれるのか。これは来たか。そっちかよ。ちょっと変な期待しちゃったよ。その後ティファはそれぞれ別室へ。そしてしばらくして正体を現す。
歩だと思ったの？バカなの？死ぬの？そして戦闘。その頃一方こっちでは、そこで二人が寝室へ。ドンコルネを落として情報を取る。まるで中東に核を撃てばテロリストもその他も死んで解決みたいな感じね。こうして私たちは7番街に戻ることに。バカだからじゃね？わら。下水道を抜け地上へと向かう。そしてここを抜けたら7番街だ。そして7番街へたどり着いた。しかし、すでに激しい戦闘が繰り広げられていた。ここ本当なら熱くなるシーンだよ。カットしすぎであれだけどね。そしてウェッジが落ちてしまう。ヘリに乗ってやってきたか、あっちのでも。しかし、むなしくも自爆起動スイッチを押されてしまう。そして戦闘開始。
は慰さなきゃどけここら辺でシンラカンパニーがどんな会社かわかったかな。こうして再び動き出す一行。そしてヤリスの家。あかん、BGM が悲しい。
こうして3人で神羅本社へ殴り込みすることに。めっちゃこの状況のこの BGM 合いすぎてる。植松信夫最高。ついに神羅本社へ。作戦会議。正面から堂々と入り込む3人。かっこいいぜ。お前らが俺らに勝てるわけがねえだろう。もちろん勝ちました。エレベーターで一気に60階まで行けるわけでもなく、戦闘しながら上へ上へと上がっていく。こんな3人組とは絶対一緒に乗りたくないな。そして無事60階までたどり着く。ここからは謎解きやら何やらしながら上へと登っていく。さすが話がわかる市長だ。よっしゃー、神羅カンパニーもそこまでガチガチした会社じゃないんだぜ。これ一番めんどくさい仕掛け。超めんどい。こっからは難しいけど、ストーリー的に飛ばせないからよく聞いて。痙攣しすぎだろ。エアリスのことを知っていそうなので北条を追いかけることに。
って隠れバレないの不思議なんだが。いや、気づけよ、髪の毛すっごい目立ってるじゃん。ここで初めてジェノバなるものを目にすることになる。キモ。そして謎の頭痛に襲われる。これ実は伏線だぜ。絶対にわからないだろうけど、そしてついに北条の元へたどり着く。うぜぇ。そうだ、神殺せ、やっちまえ。
あの大男を一人で押さえつけるなんてすげえな。それが精一杯の決め台詞ですか？わらわら。そして牢屋に入れられちゃう仲間たち。とりあえず寝ることに。しばらくして起きるとドアがなぜか開いてる。警備員の死体。とりあえず仲間を助け出し、上へと向かう。するとさっきまで偉そうに演説してたジジイが死んでる。それな。そして視点はエアリスたちへ。ティファはヒロまでクラウドを待つことに。ここでもエンカウントすんの？そういうわけじゃないよ。そうだぜ、特殊な独占だぜ。ちゃんとしてれば一番楽な独占だよ。その頃、上ではまた出たこの親切設計。やっぱり独占、でもパターンつかめば楽勝よ。下の方では脱出できずにいた。
後にこれを持ってくるとは開発者もやるぜ。そう、バイクミニゲームが始まるんだよ。終盤以外はこれがミッドバルの最後だからね。しかもハックレイジは何も知らんかったから超興奮したよ。あの操作説明が出てくるとこなんか超かっこよく見えてくるんだよな。さあ、行くぜ。下手くそだけどうまく見せるように編集するぜ。ではここでおしまいです。次回、こうご期待しないでください。これで本編終了です。ご視聴お疲れ様でした。この後クラウドラはミッドガルを出て世界を旅します。あれだけ大きかったミッドガルもワールドマップで見ればこの小ささなのです。ちなみにここまでのプレイ時間はだいたい4時間ほどでした。ここからクリアまではさらに26時間ほどあります。つまりそれだけ夢いっぱいワクワクの冒険が待ち構えているということですわ。それとこの動画は2014年の夏休みに22時間ぶっ通しで作業し続けて作りました。しかし不思議と疲れや苦労は感じませんでした。当時はそれだけ情熱とモチベーションに溢れていたんでしょうな。FF7 から9はリアルタイムでプレイしたわけでもないのに本当に自分の人生を変える衝撃を与えたゲームでした。今なら多分ブックオフとかで500円で大量に売られているのでプレイできるハードをお持ちの方はぜひプレイしてみてほしいと思います。それではそろそろこの動画を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではさようなら。